裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけて、お前を東条会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに、毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。
あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。知らんわね。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。知りたい。教えたくても教えらんないな。はあ？真島を使って牧村誠という人間を。兄弟。そしたら女殺せっちゅうのはすまん。そう。だからこそお前を登場界に戻してやれ。なんで俺じゃ。さあな。それは俺にもわかんねえ。ああ。やつは女を奪って生きよったが、殺そうとしてるように。ん、ちょっと待て。西谷ってグランド。西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村真子、あの子を殺すつもりやったら、そない面倒くさいことはする。西谷が別の死体を用意。おかしいな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かそうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷じゃなくても組員もいろいろ知っと。お前は何も分かっと。そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り。わかった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に。あらへん。ああ。殺す。わかってきたね。
ぞ。いらっしゃいませ。ございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
おお。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。あの、ええ。
の？いらっしゃいませ。ありがとうございました。もう寒くない。
ありがとうございました。あの、それテレビで言うてたやつね。